はい、ファイナンシャルプランナー藤井です。インドネシアニュースということで、しばらくちょっとお休みしてたんですけど、まあ、皆さんご存知のようにね、コロナ、世界中がコロナに見舞われている状況でございまして、インドネシアニュースもですね、もちろんコロナ一色ですね、ジャカルタ新聞も本当にコロナばっかりです。で、今日お伝えするのはですね、低所得者層の皆さんが、実はかなりリスクが高いっていうね、これは世界的にもこうかなり問題になっていて、インドネシア限らずですね、インドネシアのこう、まあ、いわゆるスラムって言われてるところで暮らしてる方とか、まあ、こう低所得者の方ですよ、まさにね。まあ、それ以外表現方法はないんですけど、実はマスクとか消毒薬はもう高すぎると。っていうことがあるので、外出禁止をこう、まあ、ジャカルタでもね、今呼びかけているそうです。ただ、実際強制力のなさが露呈されていて、まあもちろん外出を控えるようにって言っても、まだこの逮捕されたりとか、現段階では罰金になったりするようなものではないということもあってですね、まあその気質的にもですね、実際それ結構厳しいよなって思うんですけど、政府が騒いでる以上にそこまで情報がね、その緊急局面なんだっていう情報が低所得者に降りてこないっていうね、問題とか。あとは、その、今、KRL だったかな？いや、鉄道ですね。鉄道も、こう、自粛しなさいって言っても、相変わらず、大渋滞っていうかね、人がいっぱい多いということで、今、いろんな制限かかってます。実際にカラオケとか映画館とかマッサージ店などね、全部閉鎖しています。これは、24日の新聞になってますけどね。はい。で、時間短縮でね、こう、電車が走る時間なんかも決まっているんですけど、人口がやっぱね、今、最も多い、東南アジアではやっぱインドネシアが最も多いと言われていますんで、まあ、いろんな国の人がね、いますし、いろんな、バックグラウンドを抱えた人がいるんですけど、やっぱり怖いのは、やっぱ低所得者層に爆発的に広がったとき、今日もなんかニュースでアフリカのね、まあ、いやスラムって言われてるところで暮らしてる方には、そもそもその意識っていうかですね、目に見えないものが広がっているっていうね、昨日も小池都知事知って、もうおっしゃったように、その、得体の知らないものが、自分は元気なんだけど、自分以外の人で移してしまう。特にお年寄りとか、基礎疾患を持ってる人に移してしまうっていう意識そのものがなければ、もちろんこのスラムに住んでる方もお年寄りもいらっしゃいますし、ご年配層の方とかもいらっしゃいます。で、なんか、ジャカルタ新聞見たら面白かったのが、やっぱそのジャムを飲んでるっていうね、まあ、漢方です。いわゆる漢方。ですね、医薬品っていうよりはやっぱりその漢方に頼ってたりジャムっていうんですけど、そういうのを頼ってるんで僕は毎日飲んでるから大丈夫みたいな、そういう認識っていうかね、この意識レベルが結構問題視されていて、そのそうなんていうのかな、店閉めたりそういう電車をね、時間制限を本数減らしたりとか時間制限設けるのもいいんだけど、実際人口が多いのってまあ言うならば、月収が2、3万ぐらいの人、もしくはもっとそれ以下の人たちに、もう当然ね、広がっていくリスクってありますし、まあもちろん人口が多いんでね、ここについてはかなり問題視されて、いることについて、先進国の皆さん、そっち側の注意喚起をお願いしますと。まあ先進国もね、都市が今、そう封鎖している状態なんで、それどころじゃないんですけど、本格的な、こう、アウトブレイクをして、やっぱ怖いのっていうのが、そっち側ね、スラム街とかにバーッと広まっちゃって、予防もできない、治療もできないっていうことになると、かなりね、こう、大きな問題になりかねないな、というところをね、心配しているところでございます。はい、ね、まあ、我々、日本に住んでいながら、餓死するようなこととか、まあ、中にはあるかもしれないけど、ほぼこの国に生きていてね、そういうことはないですけど、世界を見渡すとですね、本当にスラムで暮らしている方、まあ、インドネシアもしっかりですけど、まあ、東南アジアもいっぱいありますし、もっと言うとアフリカとかにね、に行っちゃうことが、非常にね、世界的にも危ないなと
いうお話がこうね、インドネシアのジャカルタ新聞に載っておりました。3月24日のね、新聞記事のシェアでございました。皆さんはね、いかがお考えでしょうか？コメント欄とかね、メッセージいただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。